ジェニファー・バトゥンは、ハードロックの分野で活躍するアメリカ合衆国のギタリスト、ニューヨーク・ブルックリン出身。得意な奏法はタッピングであり、中でも両手を用いるツーハンドタッピングの名手。クラシックの南極、クマバチの飛行をタッピングで完全に再現したことが、名声を得るきっかけであった。リズムギターにおいてもタッピングを用いることがある。マイケル・ジャクソンのツアー参加や、 ジェフベックのバックでミディギターを担当したことでも有名である。ジェフベックのアルバム、フーエルス、でもタッピングを披露している。ファーストアルバム発表後、イミグランツなるバンド名義で活動するがレーベルがインディーズであったことやその音楽性がブルースであったためだったい。その後、セカンドアルバムを発表する。エフェクトは主にデジテック製。ギターは、ワッシュバーンのジェニファー・バトゥーンモデル。 JB100。ボディは超軽量のスワンプアッシュ。シバンガローズ。ブリッジがオリジナルフロイトローズ。これのピックアップレイアウトはリアに、ダンカン JB ジュニア。センター、フロントは、ダックバッカー。タッピングの開放弦のミュート用にストリングダンパーを使用している。このストリングダンパーは商品化されている。エフェクターは、デジテックの GNX3000 を使用。 マーシャルのスピーカーとアンプ L3400-100。ジェフベックとのツアー後、自宅にプロツールスを導入。スピーカーキャビネットをボックスに入れて、マイキングするなど、自宅でのラウドな音出しも可能な設備である。ありがとうございます。